こんにちは。課税課から令和2年分所得税と令和3年度住民税の申告についてお知らせします。今年の申告会場の開設期間は2月16日火曜日から3月15日月曜日までの土日祝日を除く19日間です。所得税・住民税の申告相談会は射水市役所本庁舎3階会議室で実施します。受付時間は午前8時30分から午後4時30分までです。なお早朝は市役所玄関が施錠してあり、長時間屋外でお待ちいただく場合があります。受付開始時間に合わせてお越しください。また申告期間中の3日間は夜間申告相談会も開催しますので、詳しくは広報2月号をご覧ください。次に申告相談会での新型コロナウイルス感染症対策についてです。来場時にはマスク着用と検温および消毒にご協力ください。例年以上の混雑が予想されますので、可能な限り地区別の指定日にお越しください。また電子申告や郵送で申告できる方は来場を控えてください。今回から申告相談会の予約ができる射水 e 予約システムを導入しましたので、射水市ホームページからご利用ください。射水 e 予約システムの操作方法を見てみましょう。まず射水市ホームページ、または広報2月号掲載の QR コードから e 予約システムのサイトへ行き、空き状況確認を押します。次に相談日時を選び、利用者の氏名や住所などの必須項目を入力します。最後に所得の種類、所得控除の種類を選択し、控除の種類や金額などの申告内容を入力します。入力内容を確認し、予約完了です。予約完了後には受付メールが届きますので、大切に保管してください。相談日当日は開始時間の5分前に会場へお越しください。また受付内容や日時の変更については、射水 e 予約システムのログインからご変更ください。医療費控除を受ける場合は医療費控除の明細書の添付が必要です。医療を受けた人、病院、薬局ごとに医療費を合計して明細書を作成し、医療費の領収書はご自宅で5年間保存してください。健康保険組合などから交付された医療費通知を添付すると、明細書の記載を省略できます。明細書の様式は国税庁ホームページからダウンロードできます。次の方は市の相談会場で相談を受けることができませんので、ご注意ください。譲渡所得や配当所得などで分離課税申告が必要な方、雑損控除を受ける方、住宅借入金等特別控除を受ける方、青色申告を選択されている方、相続等にかかる生命保険契約などに基づく年金がある方、可燃分の確定申告をされる方、これらに該当する方は高岡税務署で申告相談を受けてください。続いて高岡税務署からのお知らせです。税務署の申告会場は毎年大変混雑します。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用した申告書の作成をご検討ください。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。税務署の申告会場へ来場される方へのお知らせです。会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券は会場で当日配布しますが、オンライン事前発行も可能です。入場整理券の配布状況によっては後日の来場をお願いすることもありますので、ご了承ください。また令和2年分の確定申告では、公的年金を受給されている方を主な対象として、2月16日よりも前から申告相談をお受けしています。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。住民税の申告や
申告相談会についてご不明な点がありましたら、射水市役所、課税課、市民税係まで。所得税の確定申告についてのご質問は、高岡税務署までお問い合わせください。課税課からのお知らせでした。